はい、こんにちは、116インズです。さあ、後半戦も始まりまして、8月2日のトレードデッドラインまであと1週間切りましたよね。例年であればぼちぼちトレードも増えてくるはずの時期ですが、今年はここまであまり目立った動きはまだ少なく、後半戦入ってから成立した多少大きめなトレードといっても、メッツがパイレーツからダニエル・ボーゲルバックを獲得したのみ。そろそろ動くんじゃないか、そろそろ動くんじゃないかと毎日朝 MLB トレードルーマーズを見ては動きがないことに落胆してきましたが、ついに今日大物選手が動きました。ロイヤルズのアンドリュー・ベニテンディがヤンキースへトレードとなりましたね。ベニテンディはこの夏の注目選手の一人として、以前挙げた動画でもご紹介しましたが、今季世界一が現実的に狙えそうなヤンキースへの移籍と、外野補強の噂が出ていたヤンキースはナショナルズのフアン・ソトの獲得候補にも名前は挙がっていましたが、最終的にはベニテンディというより現実的なところで落ち着いた感じでしょうか。トレード市場もついに本格的に動き出したなという印象を受けた今回のトレードとなりました。今回のトレードの詳細を見ていきましょう。ヤンキースがロイヤルズからアンドリュー・ベニテンディを獲得。ロイヤルズは見返りとして TJ ・シッケマ、ベック・ウェイ、チャンドラー・チャンプレインの3人のピッチャーの有望株を獲得することになりました。MLB.com のプロスペクトランキング基準では、シッケマがヤンキース参加19位、ウェイが21位なので、ヤンキースとしては参加トップ20前後の選手2人にもう1人加えたパッケージにてベニテンディ獲得を実現させたという感じですね。まあ後でも触れますが、ベニテンディは今年のオフ FA となる予定なので、半年間のレンタルと考えれば妥当なパッケージではないでしょうかね。今季頂点を狙えそうなヤンキースとしては、手放してもそこまで痛手ではないプロスペクトを使って攻守に貢献を見込めそうなベニテンディを獲得できたわけですし、ロイヤルズとしてもすでにこの夏は完全に売り手となることが確定している中で、トッププロスペクトではないにしても最近評価を上げているウェイを含んだ3人のピッチャー獲得することで、マイナーを質と量の両方の面で改善させることができたのではないでしょうか。で、ヤンキースが今回獲得したベニテンディですが、先ほども触れた通り、今季が FA 前最後の年で、年俸は850万ドル。ヤンキースはすでに総年俸が贅沢税課税ラインを超過していますが、今回のトレードを含めても課税割合が上がる2億7000万ドルには到達しないようなので、まだ課税割合を上げることなく補強は可能です。今季のベニテンディは打率の面では密かにキャリアイヤーを送っていまして、打率3割2分はリーグ全体でも3位の好成績。今季のベニテンディで特徴的なのはアベレージを大きく上げた分、長打がかなり減っている点で、ホームランもまだ3本しか放っていないんですが、例年よりも飛びにくいとされる今季のボールの環境であれば、アベレージ型への完全シフトは彼の市場価値を高める上では正しい判断だったかもしれません。左打者に有利なヤンキースタジアムでプレーすることで長打が増えるかもと期待したくなるところでありますが、一方で今季のベニティンディはかなり逆方向を使ったバッティングが目立ち、実際逆方向の打球の割合がキャリア最高なので、ライト側が狭い恩恵はそこまでは受けないんじゃないのかなと。ヤンキースとしてはベニティンディにパワーを期待するよりも、三振をせずにヒットを稼いでくれることを期待していると思いますので、ロイヤルズ時代からスタイルを変えずにプレーできれば良さそうかなと。昨年ゴールドグラブ賞を受賞したレフト守備も今季も平均以上の水準で攻守にいい味を出してくれそうです。ヤンキースは外野手がいないわけでもありませんが、しかしジョイ・ギャローの不振が長期化したことで、一定レベル以上の外野のレギュラー選手が必要な状況にありました。昨年の夏、MLB に近いプロスペクトたちを放出してまで獲得してきたギャローですが、ここまで打率1割6分1厘、OPS も6割台前半。オールスター MVP のスタントンが先日 IL 入りし、ギャローもなるべくなら使いたくないところまで不振が長引いてしまっていますので、最近ではバリー・ボンズ並みのペースでホームランを量産しているマット・カーペンターが8年ぶりに外野を守ったりもしていますよね。ベニテンディの加入は攻守の両方でアップグレードとなりそうですし、2019年以降ベニテンディはセンターを守ってはいませんが、もし多少なりともセンターいけるのであれば、チーム事情からセンターに入らざるを得ないアーロン・ジャッジの負荷軽減にも貢献してくれそう。ヤンキース外野陣の貢献度は MLB 全外野陣の中でもトップクラスでありますが、そのうちジャッジの活躍が占める割合も極めて大きいので、ジャッジの健康管理にベニテンディが一役買えば、なおのこと今回の補強は大きな意味を持つことになりそうです。ただベニテンディで懸念されることといえば、ワクチン接種の問題。前半戦最後のシリーズでロイヤルズはトロントへ遠征しましたが、その際にベニテンディは制限リストに入ってしまい、チームに帯同しませんでした。これは要するにワクチン接種をしていないからカナダに入国できないからと。この問題は AL 東地区で戦う上では致命的な問題になりかねず、ヤンキースは9月下旬にトロントでブルージェイズ3連戦がまだ控えていますし、ポストシーズンの展開次第ではブルージェイズと当たる可能性も当然ながらゼロではないと。
ベニンテンディがワクチン未接種のままだとトロントでの試合に出場できないわけですから、AL 東地区のチームはベニンテンディ獲得から手を引くんじゃないかとも言われていましたが、実際には AL 東地区のヤンキースが彼を獲得。ジョン・ヘイマン記者によれば、どうもベニンテンディはワクチン接種の意向を示していたようで、おそらくですが今後はトロントでの試合でも問題なく出場できるのではないか、現状ワクチン未接種というのはそこまで問題にはならないのではないかというのが共通見解のようですね。ブルージェイズもベニンテンディ獲得に動いていたという話もありますので、この点は特に懸念しなくても良さそうです。さて続いてはロイヤルズ側の見解についても簡単に触れようかと思いますが、ロイヤルズは今回3人全員ピッチャーを獲得しました。一番の目玉はベック・ウェイとされまして、彼は2020年ドラフト40名指名の右腕で、プロ入り後に球速が伸びたことやスライダーの良さもあって、うまくいけばローテ3番手クラス、リリーフの方が良いかもという声もあるようですが、伸びしろが結構大きいピッチャーのようですね。シッケマは2019年全体38位指名を受けた左腕で、今季ハイエーでここまで防御率 2.48 となかなかの成績、完成度はこちらの方が高いようで、順調にいけば来年再来年あたりロイヤルズで投げる姿見られるかもしれませんね。チャンプレインは昨年のドラフト90名指名の右腕、今季シングル A で防御率 4.30 とかもなく不可もない感じの成績ですが、奪三振率 11.5 と先発にしては割と高め。ロイヤルズもまたしばらく再建という感じになりそうで、今回獲得した3人もメジャーの戦力となるまでには少し時間がかかりそうですが、ここからチームの未来を担う素材が出てくるといいですね。ということでこの夏の注目選手1人目が動きましたが、ヤンキースの補強は今回のベニンテンディにとどまらず、まだまだ続くのではないかとも言われています。特に先発投手のマーケットで積極的に動いているようで、レッズのルイス・カスティーヨ、アセチックスのフランキー・モンタスの2人のマーケットでかなり積極的に動いているチームの一つにヤンキースの名前が出ています。あとはマイケル・キングの今季全休が決まったブルペンも最低1人は補強してくるはず。リーグ最高勝率を依然キープしており、今季は2009年以来の世界一が現実的に狙えそうな戦力位置にいるヤンキースですから、この後どう補強をするかも注目ポイントとなりそうですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。